チームの勢いが落ちてきたところで阪神の救世主になる男とは。5月下旬、阪神は7連勝して1敗した後、今季最多の9連勝し、一時期は貯金18とし、2位 DeNA とのゲーム差を6にまで広げました。一時は独走状態でしたが、ノイジー、佐藤輝明、湯浅の不調で負け越して交流戦を終え、6月下旬には2位に落ちてまた首位に返り咲き、DeNA と首位争いをしています。そんな阪神のライトのポジションはシーズン開始直後からずっと流動的で、ミエセスやルーキーの森下がスタメンで守ることが多かったですが、一人の若武者が実力でライトレギュラーを掴もうとしています。豪快な打球を放ち、打率は3割に到達しています。その選手とは、若きロマン砲、前川右京。前川の活躍が阪神を勢いづけます。大舞台に強い前川は中軸を担えるようになるか検証していきます。前川の評価。前川は智弁学園高校に入学し、入学当初は投手として高い評価を受けていました。しかし、野手一本で行くと宣言し、1年春からレフトのレギュラーに定着。夏には1年生にして4番に座りました。2年秋からは3番に座り、近畿大会の優勝に貢献。3年春の選抜ではベスト8に進出。夏の甲子園にも出場し、6試合で打率4割5分5厘、本塁打2本とチームの準優勝に貢献しました。高校通算37本塁打、大会終了後にプロ志望届を提出し、2021年ドラフトで阪神に4位で指名されました。当時の前川に対して園田スカウトはこのように評価しています。軸がしっかりしていて体が開かないから広角に打てる。高校生でここまで打てるというのは相当振り込んでいるなと。率も残せて、さらに体のパワーがあるからホームランも打てる。プロではホームラン15から20本、打率2割8分、50から60打点ぐらいはいけると思いますよ。ハマればホームランや打点はもっと上がっていきますね。守備は特別良いというわけではありませんが、プロに入って練習していけば十分上手くなれるかなと。欠点がなく今後が楽しみな選手です。また米村スカウトは、私自身、甲子園のような大舞台で結果を出した選手を評価したいという考えがありますので、その観点から前川選手に高評価をつけています。今夏の甲子園でも打率4割5分5厘を残したヒットメーカー。打てない時期もありましたが、無我夢中で練習してきたのでしょう。打てるようになって3年夏の甲子園にやってきました。長打力もあって甲子園でホームランも2発。プロ野球は人気商売ですから、大舞台の活躍というのは大事になってきます、と、大舞台で自分の力を最大限発揮したことを高く評価していました。2022年度の前川の評価。そんな前川ですが、プロ1年目の2022年度は3月13日の巨人とのオープン戦で7番レフトで1軍デビューして2安打を放っています。高卒新人のオープン戦のマルチ安打は、1974年の掛布雅之以来の球団史上48年ぶりの快挙。太ももがパンパンに張るほどの体つきや打席での風格、不敵な面構えはとても高卒ルーキーとは思えないものでした。前川の4打席を見た評論家の高城信弘氏は、とても高卒ルーキーとは思えない。第一打席に2球目のインコースのストレートをフルスイングしたが、まず触れることが素晴らしいし、インコースを苦にしない点がいい。こういう大型打者は変化球の揺さぶりに脆い傾向にあるが、第3打席、第4打席と追い込まれてからのフォークにも対応した。しっかりとボールを貯めることができて、こういう変化球への対応は打撃センスと言っていい。高校時代に比べて体も大きくなっているし、スイングスピードも増している。スイングスピードと対応力はすでに一軍クラス。ヤクルトの村上宗隆の1年目を彷彿とさせるよね。いきなり戦力になると前川を絶賛しました。阪神ファン、評論家の誰もがこのまま1年目から1軍で出場機会を得るかと思っていました。
しかし3月下旬から前川は上半身のコンディション不良で戦列を離れてしまいました。そして6月7日に実戦復帰。しかし6月12日の2軍戦でフェンスに衝突し負傷して再び戦列を離れてしまいました。そして9月13日に実戦復帰しましたが、2022年度の1軍の公式戦出場はゼロで終了。期待されていただけに、実力というより怪我が原因で出場を逃したのはとても残念でした。最終的に2軍公式戦は21試合に出場し、打率2割5分、3本塁打、7打点の成績でした。そして勝負をかけた2年目の2023年シーズン、現在の前川は大きな飛躍を見せています。2023年度、ついにクリーンナップで大ブレイク。1年目は怪我にも悩まされ、満足のいくシーズンを過ごせなかった前川ですが、2年目の今年、2軍で実力の違いを見せつけました。ウエスタンリーグで打率3割6分8厘、2本塁打、15打点と、高卒2年目にして素晴らしい成績を残し、1軍に昇格。5月30日、西武戦から1軍でスタメン出場するも、最初の2戦は5打数ノーヒット、1四球。6月6日、楽天戦で初ヒット。7日、楽天戦、9日、日本ハム戦でマルチ安打。続く10日、日本ハム戦では初打点。交流戦終了後、6月20日にはファームの試合にも出場しています。6月27日、中日戦では初の猛打賞。打率を3割4厘としました。打順も不調のノイジーに代わり3番を打っています。前川の2軍でのヒットの内訳は、単打が31本、2塁打が2本、本塁打が2本と、とても単打が多かったのです。本来の前川は長打が魅力のバッターなので、打球が上がっていないということを考えると、まだまだ伸びしろがあると考えられます。本塁打2本のうち1本は直近打ったもので、少しずつ打球が上がってきていますので、1軍でも対応してくることが予想されます。1軍投手の球は上がりにくいでしょうけど、慣れてくれば打球が上がってくることでしょう。今現在しっかり内野の間を抜ける打球を打てるのは、前川のバットコントロールが新人離れしていることを表しているのかなとも思います。前川と近本。そんな前川ですが、守備力が大きな課題でした。そこで高い守備力を持つことで知られている阪神の不動のセンター近本浩二に、2023年シーズンが始まる前に弟子入りを志願しました。近本と前川は同じ左投げということもあり、打球へのアプローチの仕方や送球のコツなどは参考になるはずです。守備のことすべてにおいて、どれかって絞らずに聞いていきたいと前川先輩に質問攻めをして、スキルアップを目指す考えを示しました。近本の指導をもとに、打撃だけではなく守備でもレギュラーに定着して、ふさわしいと思える選手になってほしいです。前川が目指すべき選手は誰？前川は広角に打てる長距離砲で、アベレージも残せるタイプです。今後前川が目指すべき選手として、私は福留孝介を挙げたいと思います。福留氏は数年前まで阪神でプレーしており、阪神の若手がなかなか育たない時期に、糸井義雄と共に阪神を支えてくれました。日米通算2450安打を放ったレジェンドです。福留氏は主にライトであり、高い守備力を誇りました。打撃でも持ち前の広角打法でヒットを量産。中日時代には30本塁打以上を2回記録しており、ヒットもホームランも狙えるバッターとしてチームを支えていました。福留氏は高卒1年目から1軍で活躍していました。前川も本来なら1軍で成績を残せるだけのポテンシャルは秘めていましたが、何しろ怪我に苦しんでいました。しかし2年目の現在、2軍ではもうやることがないほどの結果を出しているので、あとは1軍で結果を出すだけです。若きロマン砲前川右京の動画はいかがでしたでしょうか。現時点で得点圏打率4割、チャンスに強い3番で打点を稼げます。打率3割をキープしてチームに貢献してほしいですね。阪神の外野陣は前川と同じくロマン砲井上康太、
ドラフト1位森下翔太、昨年活躍した島田海里、勝負強い打撃が魅力の原口文人、復活を期する高山俊たちがいて層が厚いですが、前側の打撃を見ていると夢が広がりますね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。